リョマの馬の耳に危険物。皆さんお疲れ様です。リョマでございます。この番組は毎週土曜19時配信中、ヘンタビ通信のスピンオフ番組でメンバーのタクモと各週交代で配信するソロラジオになっております。配信サイトはアンカー、グーグルポッドキャスト、アップルポッドキャスト、スポティファイで配信されておりますので、お好みのサイト、アプリでお楽しみください。また山の馬の耳に危険物は、皆さんから毎回変わるトークテーマに沿ったお便りに対して山の少し変わった主観で意見しちゃいます。はい、ということで12月になりまして、先週すいませんでした。ちょっとね、喉風邪をひきまして、でまだじんわり引きずっておりますね。ちょっと鼻声になっちゃってるんですけど、じんわり引きずってます。はい、すっごいしつこいよ今年の風邪。みんな気をつけてね。マジでこの今週かな、急に冷え込みがね、関東の方だと激しくて、先々週はそんなことなかったんだけど、先週から一気に気温が下がってね、こう体調崩しやすいタイミングだと思うので、皆さんもぜひね体調管理、お気をつけくださいませ。はい、私のようにね、微熱なのに、本編の方でも言ったんですけど、微熱なのにずっと動けないみたいなことになる可能性もありますのでね、本当に手洗いうがいとかね、ちょっと気になったら早めに、お薬飲むとかね、早めに休むとかして、はい、体調お気をつけください。はい、よろしくお願いします。なんでね、ちょっとごめんなさい、今日ね声が若干聞き取りづらいかもしれないですけど、はい、よかったら最後までお付き合いいただければなと思います。はい、なんでさこんなに風邪ひくのかって、なんか昔はこんなに風邪ひくタイプじゃなかったんよね。年一ひくかひかないかみたいなタイプだったんだけど、これは年を取ったからなのかな。なんかね、年々体調崩すタイミングがさ、頻度が増えてる気がしてて、なんだろう、弱ってるのかな、年齢的に弱ってるのかもしれない。なんかね、やっぱ無理ができないんだよね。体力がなくなってんのかな、知らず知らずのうちに。意外とね、気持ち的にはメンタル的には変わってないつもりなんだけど、知らないとこでね、じわじわとこうスリップダメージのように体力が減ってってるのかもしれないんで、これだけなのかな。先輩方とかね、もしそういうもんだよとかあったらね、教えていただきたい。本編中のね、普通音とかでもいいので、ぜひお便りいただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、そんな体調の悪いね私リャマが、今回やらせていただく、リャマの馬の耳に危険物、このソロラジオですね、トークテーマに沿ってお便りいただいて、それについてお話をしていくっていったような番組でございますので、早速今回のテーマね発表しましょう。今回のテーマは、冬に欠かせないマストアイテムは。一気に冬がやってきたような寒さがやってきた今日この頃ね、これ前回も言ったんですけど、すごい文章が下手くそね、多分体調が悪いんでしょうね。防寒グッズや冬の便利アイテムなど、あなたが冬に使ってるマストアイテムについて教えてください。はい、冒頭にもお話した通りですね、急に寒くなったので、防寒グッズとかね、その冬に欠かせないマストアイテムというか、冬にやってることとかね、あったら教えてほしいなと思って今回これにしました。はい、くしゃみが出ます。出ません。出なかったわ、だけで出なかった。はい、なんだっけ。そう、今回のテーマね、冬に欠かせないマストアイテム。はい、僕はね、やっぱりちょっと買い足そうと思ってるんだけど、ヒートテックですね。これがね、やっぱあるとないとで全然違うんすよ。着てるだけで断地。で今特に外回りしてるんでね、寒い中さ、お外歩かなきゃいけないから、
こう上に羽織ることができるものもさ限られてくるわけですよ、スーツ着てるんでね。なんで内側でね温めるっていうのは結構大事になってくるんで、ヒートテック、これはもうほんとマスですね。あとあれが気になっている、あのウルトラライトダウンだっけ、あのユニクロで出てるやつの、あのベストになってて、あのスーツの内側に着てらっしゃる方いるじゃない、結構あれどうなんだろうね、結構あったかいのかな。あれだったらさ着たまんまでも正直なんかね、外回りとかで訪問しててもまああれだったらいいやってなってくれそうじゃん。わざわざ脱ぐっていう、コートとかさ結構わざわざ脱いで訪問したりとかするんだけど、あれだったらいいのかなと思って、ちょっとあれ気になってんだよね。実際どれくらいあったかいのか分かんないからさ、ちょっとあの使ってる人とかいたらね、ぜひ教えていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、こんな感じでね、冬に欠かせないマストアイテムについて、今回お話ししていこうと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。よろしくどうぞ。助けてみんなお世話になったわ、もうおじさんの発言なんだよ知ってた、これラジオなの。一応ゲームカテゴリーのポッドキャストなので。そうですね、そうですね、一応ね、クとダの間にちっちゃい図入るもん変旅さあ、ここからは皆さんからの冬に欠かせないマストアイテムはについて、お便りいただいておりますので紹介してみましょう。5つ目です。坂本ゆきみさんかな、お便りいただいております。ありがとうございます。冬は寒いわね、とても寒いわね。特に冬場になると運転が億劫で億劫で、外に出るだけで手足が痛いのなんのって。あ、話がそれてしまったわ。山さんこんばんは。こんばんは。私のマストアイテムはズバリ手袋よ。おお、はいはいはい。冬で車のハンドルが冷たいったりありゃしない、そんな時は手袋があればだいぶマシよ。リャマさんもお体気をつけなさいね、とお便りいただいております。ありがとうございます。はい、手袋ね、これねめっちゃわかるのよ。あの冬の車マジで寒いのよ、めっちゃわかる。ハンドルキンキンだよね。うん、だから昔実家にいる時は毎日ほぼほぼ車乗ってたからさ、もう車乗る前は朝もう出る前の10分前とかにもう車エンジンかけて暖房入れておかないとまともに乗れなくて、だからなんか最後さ着替えるとか歯磨きするとかっていう手前で一回外出て、寒いって言いながら車のさ木開けてエンジンかけて暖房マックスにして、で寒いって言いながら部屋戻って、で支度を最後までやって、家出るタイミングではもうこうあったかくなっててさ乗れるって。じゃないとマジで乗ってる間に歯ガタ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 ってなるぐらい寒いからね車って。しさ、もう時期によってはあの凍っちゃうから、あのフロントガラスとかも、だからあれお湯は良くないんだっけ、水がいいんだっけ、なんかいろいろあるじゃん。あの一回使わなくなったクレジットカードで剥がしたことあるよ、ガリ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 って。なんかああいうさスクレーパーみたいのも売ってたりとかするじゃん。ああいうのもね地域とかによってはさ、もうマストアイテム、まあ当たり前になりすぎてその感覚ないのかもしれないけど、あれもマストじゃない。で手袋ね、そのハンドルの話、大丈夫、滑らない、俺思ったんだよね。手袋つけてるとハンドル滑っちゃわない、事故りそうで怖いからちょっと気をつけないよ。うん、坂本さん、なんかさグリップがついてるやつとかで全然大丈夫って言うんだったらまだいいんだけどさ、やっぱ手袋つけてると手の動きってあんま良くないじゃん、正直限定されるから、ほんと気をつけてね、事故っちゃうから。うん、なんであの出る前にね、あの暖気しとくのをおすすめするよ僕は。うん、まあ、手袋ね、もう俺もそろそろ外出るとき使ってもいいかなと思ってて、
末端冷え性だからさ、もう手先足先から冷えるから、いやもう使ってもいいのかなって、去年使ってたのがあるからさ、もう出そうかなって。12月にも入ったしね、いいかなと思ってるんですけど、もうね痛いのよ、もう冷たくなりすぎて手が痛くなっちゃうから、もう12月入ったし使っていいか、解禁します、私も手袋。うん、よかった、お便りもらってなかったら忘れてたとこだった。はい、ということで坂本ゆきみさんかな、うん、お便りありがとうございました。続いてのお便りです。まんじゅうおいしいさんからお便りいただいております。なんか久しぶりな気がする。ありがとうございます。ねおさんこんばんは。こんばんは。うちの冬のマストアイテムは湯たんぽです。ああ、はい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 、いいね。ファンヒーターやこたつなどの防弾、暖房器具ももちろん使うのですが、足先をピンポイントで温めたい時や、電気を使って暖を取るほどじゃない時、寝る前に布団に入れてポカポカにしておいたり、我が家では大活躍しますよ。あとココア、寒い日に飲むホットココア最高に美味しいから、冬は必ず常備してあるとお便りいただいております。ありがとうございます。湯たんぽね、あれ気になってるんですよ、あのレンチンするタイプの湯たんぽ、ドンキで売ってるんですけど、普通にさ湯たんぽってお湯沸かすめんどくささを感じてたのね。今レンチンでもいけるらしい、湯たんぽってレンチンでいけるのを湯たんぽって呼ぶのかな実際なんかさ、あのなんつーの、凍らせる前のさ保冷剤みたいなジェルみたいなやつが入ってて、それをどうやら温めるらしいんだけどさ、果たしてそれは湯たんぽなのかい些細な疑問なんだけど、湯たんぽなのかい、あれは湯たんぽとは、たんぽって何あ、もうどんどんわけわかんなくなって、湯たんぽってなんだ。なんかそうね、でもさっき言った通り、このさ足先もね寝る前冷えるんすよ。で前にやったのがさ、厚手の靴下あるじゃん、すっごい分厚いモコモコのやつ、あれを履いて寝るっていうのをやってみたんだけど、ダメだねあれ。起きた時には脱いでる、うん、で寒いってなってるダメなんだよね、寝てる間に脱いちゃうんだよね。からまあちょっと湯たんぽ足元はありだよね。足元あったかいとだいぶ体温も上がりそうだしね。まあ、あとは寝る前にね布団に入れてポカポカにしておいたりって言ってるし、これはいいよね。買おうかな。いくらだったんだろうあれ。レンチンのやつだったらワンチャンあるな。うん。あとここはね、ここはいいね。でもさ、これお湯で作る、あの粉末のやつでココアさ作ると、お湯で作るとさちょっと物足りなさを感じるんよね。やっぱ牛乳で作りたいんだけど、牛乳を温めるのもさ、まあ今レンジアップでいいけどちょっとめんどくさいんだよね。牛乳そんなに使わないからさ、これ牛乳買わないのよ。けど牛乳ないんだよなって、でも毎日多分飲まないんだろうな、じゃあ牛乳いつ消費しようかなとか考えるとさ、ちょっとめんどくさくなっちゃう。このね、めんどくさいとこの飲みたいのこの狭間にいる俺を助けてほしい。なんかいい方法ないですか。なんかお湯だったらね、ウォーターサーバーがうちあるんでジャッてできるんだけど、なんかいい方法ない、美味しくお湯でホットココア飲める方あったら教えてほしい。うん、ということで、まんじゅうおいしいさんお便りありがとうございました。エンタメに辛辣すぎやしないか4文字熟女って5文字だよ。たくまさん、女抱くより編集好きそう。女抱く方が好きや。東京 FM になっちゃった。誰なんすよ。東京特許許可局エンタメエンディングでございます。はい、ということでね、今回、お便りいただいたトークテーマが、冬に欠かせないマストアイテムはということでしたが、まあいいね、湯たんぽとか手袋とか
原点にして頂点みたいな感じがするわ結局ね、うん、進化もしてるしね。手袋においてはなんかあのスマホが操作そのままできるやつとかさ、結構まあ時代にね沿って便利になりつつ、まあ、そういった防寒とかもできるっていうグッズ増えてるからね。まだまだ、まあ、寒い日が続くと思いますが、皆さんね体調を崩さないようにあったかくしてね、うん、このマストアイテムを使って冬を乗り切りましょう。はい、こんな感じでですねトークテーマに沿って、毎回、この番組ではお話をさせていただいておりますが、次回のトークテーマ発表いたしましょう。次回のテーマは自分へのご褒美といえば、12月に入り人によってボーナスが出たり年末年始の連休に入ることもあるでしょう。今年1年頑張った自分にご褒美をあげるとしたら何をしますか、ということで次回のテーマは自分へのご褒美といえばでございますね。そのボーナスが入ったからちょっと旅行に行こうかなとかさ、連休があるから、まあ、家でゆっくりするんだとか、いろいろね自分へのご褒美のあげ方っていろいろあると思いますが、今回皆さんね2023年ももう1ヶ月切りましたんで、1年頑張った自分にご褒美あげてもいいんじゃないですか、うん、ということでみんなで自分にあげるご褒美ね考えていきましょう。思いついたらねお便りいただければと思います。この番組への投稿法はアンカーのサイトリャマまたは変態メンバータクマの X に投稿フォームが掲載されておりますので、お気軽に投稿してください。合わせて YouTube にて配信中、編集したら〇〇が旅立ったチャンネルもぜひチェック、チャンネル登録よろしくお願いいたします。来週のこの時間はタクマのソロラジオ、誰かに喋るほどでもないふと思ったことを深掘りしていくタクマの隔週のお便り、また土曜夜19時に更新、変旅通信も合わせてお楽しみください。それでは次回の動画配信ポッドキャストでお会いいたしましょう。お相手はリャマでございました。